どうも、ゴシックヴィンテージの大本とサスケです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか、うん、冬、今寒いは寒いんですけど、うん、ですね、今からヘビーアウター買うのかな。まあ、そうですね。あって、うん、もうちょっと春物も若干、ね、見据えて買い物をしたいというか、買うもの今悩んでるんですけど、うん、どういうのがいいですかね。まあ、やっぱ冬にも消えるんだけど、やっぱ春にも消えるっていう意味で言うと、まあ、もうこの動画サムネもなってるし、後ろにチラチラ見えてた、ずっと見えてるし、まあ、こういうなんかライナー外せるようなアイテムとかだったら、やっぱり寒い冬でも今すぐ着れて、でかつ春ライナー外して、うん、まあ軽めのアウターとして、そうですね、使える小型いいんじゃないですかっていうちょっと茶番がいや意外と、うん、ミリタリーのコートって、うんうん、どうスタイリング組んでいいか。まあそうですね、うん、どうしてもあの主張があるアイテムだし、うんうん、コートって一番上に着るし、うん、面積も大きいから、ね、どうしてもスタイリングの印象を大きく作っちゃうアイテムかなと思うので、ちょっと今日はそんなミリタリーのアウターをここ2人で組んでみましょうか。はい、そういうことです。で、まあ、このさっきの茶番の中で見てた、まあ、冬も意識したいし、うん、春も意識したいっていう、ちょっと今日は欲張りの動画なので、はいはい、お互いで冬のコーデを1ずつまず組みます、はい、でその後春のコーデをまた1ずつ組んで、で合計4コーデ、4コーデといった感じで、ちょっと盛りだくさんな動画になると思うので、はい、スタイリングの方を重点的にお話しできればなと思っております。はい、では早速いきましょう。はい、僕の冬コーデ、はい、こんな感じです。いかつい、いかついめちゃくちゃいかつい。オールブラックにミリタリーって結構定番の合わせかなと思うんですけど、はいはい、定番だからこそもう自由にいろいろレイヤードしてっていうコーデになります。なんかあれですよね、結構ヴィンテージ好きな方って結構、まあ、いわゆる、まあ、常識の中の着方が多いかなと思うんですけど、うん、これはいい意味でそういうところから外れた着方もあって、個人的にかなりファッション楽しんでていいなと思いますね。解説をすると、はい、お願いします。まあ、上がミントコンディションの M6、うんうん、で中に着ているのが50ぐらいのフレンチのブラックコーデュロイのテーラージャケットですね、はいはい、うんうん、でその中に着ているのがイタリア軍のエリクル部隊のジャケット、はいはいはい、インナージャケット、インナージャケットで一番下に履いているのがイタリア軍のモーターサイクルパンツ、うんうん、ゴム引きのやつで、はいはい、で一番下は、裾を絞ってこうバルーンっぽく履いてます、うんうん、でここのブーツもゴシックのもので、はいはい、これもイタリア軍ですね。そうですね、っていうイタリア軍が多いコーディネートになってます、うん、確かに。じゃあどっちも黒染めなんですけど、はいはい、やっぱオールブラックってかっこいいですね。うん、ですね。しかもそのインナージャケット、インナージャケットにしてるこのイタリアのコンバットも、黒染めなんですけど、多分化繊が入ってるからで、うん、少しなんていうんですか、真っ黒じゃない感じ。そうですね、なのがオールブラックだけでちょっとトーンに差があって、それがかっこいいかなと思います。うんうん、めちゃくちゃいい。うん、まあ、なんかポイントとしては、はい、インナージャケットのインナージャケット、これはなんか特に、うん、まあ、ハイネックのジャージとか、はいはい、そういう感じで合わせたらかっこいいなと思うので、うんうん、でなんかそういうモードな雰囲気にちょっとテーラードを合わせて、で上にこう羽織るっていう、うんうん、まあ、レイヤードスタイルがかっこいいんじゃないかなと思って、こういうスタイルにしていました。ですね、これはいいですね。なんか佐々木くんの色も出てて、うん、かつしかもあの、まあ、パンツのシルエットとかはちょっと気にして真似していただければ、うんうん、全然真似できるかなと思うので、意外とこういうバルーンっぽいパンツはブーツとか、うんうん、こうミリタリーとか男臭いものに合わせるとめちゃめちゃかっこよくなるので、うんうん、確かに、ぜひ真似してみてください。うん、ですね。ということで、じゃあ次は僕の方で、はい、はい、行きましょう。ということで、僕のスタイリングはこんな感じです。
僕のテーマは勝手に今つけました。やぼったいです。やぼですね。ちょっとまずパッとさっき全身見てもらったと思うんですけど、まあこの上下ともに同系色というかちょっと近い色で、アイテムを合わせてグレーのサイドラインのパンツと上はスイス軍のデニムのジャケットなんですけども、まあちょっと近い色で合わせたっていうのと、あとは下もただのドレスパンツじゃなくてサイドラインにしてちょっと何ですかね、ジャージっぽさを意識して、うん、あのスタイリングを組んでます。いやこの抜け感がめっちゃ好きですね。これ可愛いですよね。可愛いです。ちょうどあの私物で被ってた、ね、うん、ポンポンのポンポン帽子とめちゃめちゃ色が合ってて、はい、ですね。あの想像していただきたいのは海外のあの寝起きでそのまま64パカ着て出たよぐらいのスタイリング、いやある程度のちょっとおしゃれさというか、うんうん、そのところを保ちたいっていうあれですね。めちゃめちゃおしゃれです。で個人的になんかあんまり決まりすぎず、なんかあの程よいおしゃれ感、おしゃれな感じで組めたんじゃないかなと思います。うん、やっぱなんかこういうラフな感じにサクッと羽織れるのが64のいいとこですよね。本当そうですね。うん、なんかあの例えばこれがもうちょっとごつめのミリタリーのアウターだと、うんうん、多分ここまで柔らかい雰囲気にならないかなと思うんですけど、うんうん、64パーカーってあの柔らかさがあるかなと個人的にあるので、そうですね、はい、なので、まあ、こういうちょっと同系色のやぼったいスタイリングとかにも全然合わせられてすごいいいかなと思っております。しかも多分これ全身安いですよね。全身めちゃめちゃ安いですねそうですよね。まあ、パンツ2万弱ぐらいで、上も1万円ちょっとぐらい、ちょっととかそんぐらいですもん、ね。全然真似しやすいコーデかなと思います。うんうん、ですね、なんならこれでライナー外せば、うん、いけると思います。いけそうかなと思うんで、すごいおすすめのアイテムたちですね。まあ、特にやっぱこの、うん、冬と春使える64バーがいいかなと。いいですね。まあ、ラフなコーデにもレイヤードで男らしいコーデでも確かにですね、冬はいいんじゃないかなと思います。はい、そんなので冬コーデは終わりです。はい、じゃあ次はお互いの春コーデ行ってみましょう。行ってみましょう。はい、はい、爽やか。テーマは爽やかです。うん、もう春。超春なコーデですね。うん、もうなんか春の風を今感じるぐらいにはコーデの解説をすると、はい、上はさっきとはまた違ってちょっとやれた雰囲気の64パーカーに、これがドイツのストライプのワークジャケット、はいはい、で中がセブンティーぐらいのフレンチのドレスシャツですね、うんうん、で下がツータック の, あのイタリア製のスラックス、はいはい、で革靴が、チェコ軍のドレ、サービスシューズになります、うんうん、もうなんかちょっと定番のコーデすぎてあれなんですけど、まあ、白シャツにストライプに上から羽織ってもなんか爽やかにまとまるよっていう、うんうん、さっき同じあの冬のちょっとテックなモードなスタイリングにも使ってたとは思えないぐらい便利ですね。やっぱこのアウター、そうですね、全く雰囲気変わりますね。うんですね。まあ、なんか本当に春でも中にシャツとか、うんうん、まあ、薄手のジャケットを着てサクッと上から羽織るぐらいな感じでもめちゃめちゃかっこいいかなと思います、うんうん、ですね。今それちなみにライナーを外して、ライナー外しますですね。ライナー外してる状態ですね。ライナーを外すとなんかすごい軽さが出るんで、うんうん、本当にライトアウター羽織ってるぐらいの感じで楽に着ていただけるかなと思います。はいはい、いいですね。重さも特になく、うん、なんかこっちのスタイリングだとあの、まあ、さっきのモードのスタイリングで真似はしやすそうな、そうですね、うん、気はしますね。白シャツにこういうジャケット羽織って、うんうん、上からバサッて羽織るみたいな、うんうん、割と真似しやすいのではないかなとですね。はい、いいかなと思います、うん、じゃあ次はまた僕の方いきます、はい、続きまして僕の春のスタイリングなんですけど、僕なんか多分冬と春通してちょっと似た雰囲気になっちゃったかなと思うんですけど、こっちもまあ少しやぼったさありつつでミリタリーなアウターでまとめる的なスタイリングですね、うんうん、まあ、どっちも使い方としてはこの
M64 パーカーで最後スタイリングをまとめていく、うんうん、みたいな使い方で今日は着てみました。やっぱシャツ1枚だと本当春っぽい雰囲気になりますね。ですね。しかもシャツもあのさっきさつけくんは白いシャツ選んでたかなと思うんですけど、僕は次はこう明るめのグリーン系のシャツ、うんうん、で色ももうちょっと深い色だともうちょっとまあ冬っぽいというか、うん、なるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと鮮やかなグリーンで春っぽいようなスタイリングにしてみました。いやこの色味がやっぱモッツコートと合いますね。ですね。意外と僕結構あの他の動画でも多分散々言ってるんですけど、同系色のスタイリングを結構組みがちではあるんですけど、うんうん、あのこういう同じグリーンでも、まあ、色を色調変えてあげるみたいなスタイリングだと、うんうん、同系色でもまとまりやすくていいかななんて勝手に思っております、はい、一応あのアイテムをちょっと話していくと、うん、このシャツ、これがオランダのパジャマシャツですね。まあ、ちょっとこういうパイピングもデザインとして入るかなと思います。彫りもちょっといいですよね。で下のパンツ結構太めので、手触りがふわふわしてて柔らかいんですけど、これがイタリアのセキュリティガードっていう警備員、警備員ですよね、うん、警備員の履いてたパンツですね。これは単純に色味がミリタリーっぽくないような、うんうん、こういう同じミリタリーっぽいグリーンと合わせても全然いけるような、かなりくすんでる、まあ、グリーングレーというかちょっとそんなくすみが強いですね、うん、ですね。かなりグレー強めの色目なので、うんうん、まあ、こういうちょっと同系色スタイリングにすごい使いやすいなと思ってスタイリングをしてみました、うんうん、そして今一応最後そうそう思いました。なんかめちゃめちゃ上だけ留めるの可愛いなと思って、うん、ですね。64パーカーのいいところって僕ここだと思ってて、うんうん、結構あのジップで締めてこうやって着られてる方も多いんですけど、うん、ジップが結構やっぱ真下の方まである程度はあるので、ここがピタッとこうなっちゃうんですよね、うんうんうん、で64パーカーって意外とサイズ合わせてきてるとそんなに身幅めちゃくちゃ大きいわけじゃないんで、だったらこう上の方だけ閉じてちょっとこう下から合わせてる鮮やかなシャツが覗く、うん、A ラインシルエットで、まあですね、いいですね。こういう風にちょっと広がる感じですね、うん、これちょっと紐を結ぶと可愛さがちょっとこう増す気がするっす、うん、結ぶとまた襟も立ちやすいんで、やっぱ64ってこのネックが高いのがいいですよね。ですね、うん、こう生地柔らかいんで寝やすいっちゃ寝やすいんですけど、うんうん、これでちゃんと立ててあげれば全然、うん、着ていただけるので、シャツにこれで全然春お出かけできそうかな。ちょっとポンチョみたいな感じで、うんうん、あ、そうですね、うん、こう上の方閉じてポンチョ、ケープとかそういう系に近いようなスタイリングで合わせてもらえればいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、ということでいかがでしょうか。結構こうやっぱこの時期買うもの悩んでる方多いんじゃないかなと思うので、うん、まあ、そんな方の参考になったら嬉しいなと思います。あと単純にスタイリングも参考になったら嬉しいなと思います。そうです、はい、3シーズン使えるので、うんうん、ですね、めちゃおすすめな、はい、で今回はいろんなジャンルのスタイリング、うん、ですね何でも合うっていう、うんうんうん、かなりおすすめな一着になっているので、はい、ぜひ気になる方チェックしてみてください、はい、あとは僕ら2人のインスタグラムのチェックもよろしくお願いいたします、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。